イムシミレッスン TV オンライン、レビットを他の言語で使用する。イムシミレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで、オートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画と解説でお届けしています。レビットを他の言語で使用する。レビットでは言語パックを使用しません。代わりにソフトウェアの基本言語が決定されます。レビットを単一のコンピューターにインストールする場合には、ソフトウェアの言語はオペレーションシステムに指定されているコンピューターの地域設定を基準としています。配置を作成する場合には、配置作成に使用するコンピューターのオペレーションシステムに指定されている地域設定を基準にしています。またインストーラーの場合には、インストール手順の言語を変更すると、選択した言語がソフトウェアの基本言語となります。レビットを別の言語で使用する場合には、デスクトップのショートカットを編集してください。また作業に使用する言語とロケーションをサポートするために、追加のコンデンツパックのインストールが必要になる場合があるので、ご注意ください。イムシミレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。 LINE 限定セミナーやイベント情報、お得情報などをいち早くお届けしています。いかがでしたでしょうか。本日のイムシミレッスン TV オンラインはここまでとなります。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。